マニュエラ・ダビラは、ブラジルの女性政治家。ブラジル共産党所属。ポルトアレグレで生まれる。プカーズに通いながら、学生運動に参加していき、2001年には、ブラジル共産党に入党する。2004年に当時としては最年少で、ポルトアレグレ市議に当選。2006年、連邦会員選挙にリオグランデードする州から立候補し、 州内最多得票となる27万1939票を獲得して当選した。2010年の連邦会員選挙では48万2590票を獲得し再選。2013年9月16日、自身のツイッター上で2014年の総選挙には3期目を目指して連邦会員に立候補するのではなく、リオグランデドする衆議会へと倉替えをして、 立候補すると表明した。衆議会選では22万2436票を獲得し当選。2017年11月に、ブラジル共産党の大統領候補として、翌2018年の大統領選に出馬すことを表明した。しかしその後、自身の出馬を取り下げ労働者党と同盟を組むことになり、フェルナンド・ハダッドの副大統領候補として選挙戦に、 挑むこととなった。ミュージシャンのデュッカ・ライエン・デッカーと結婚をしている。2015年8月27日には、長女のローラが生まれた。キャンディデトスペ・フィール・マヌエラ・ディ・アビラ。2019年2月19日閲覧。マヌエラ・ディ・アビラ・エフェイノメノ・デ・ボトス・ノー・アール・エス・テラ。2020年1月19日閲覧。マヌエラ・ディ・アビラ。IG。二千二十年一月二十日閲覧。 アンジェラ・シャーガス、RS、マヌエラ・エラ・アワ・パスター・エム・エレター・カンサー・ビダー、ジス・アーノ・リスタ。2020年1月20日閲覧。マヌエラ・ディ・アビラ・ジスクナオ・バイセ・キャンディ・デター・ノバ・バメンテア・コマラ。2020年1月20日閲覧。マヌエラ・ディ・アビラ65,656。2020年1月20日閲覧。ペトロ・ベンジ・シュラウ、イー・ポーラ・リバーブル、PC ・ドゥ・ビー・ロンス・マヌエラ・ディ。 アビラ・プレザデア・ m 二2018。オースタドで、エス・パウロ。2020年1月20日閲覧。PT ・コンフィルマ。ハダット・コモバイス。E ・マヌエラ・ D。アビラでシステでキャンディでチュアラ。2019年2月19日閲覧。ナセ・ A。フィアダでプタダ・エステッド・オール・マヌエラ・ D ・アビラ。G1。2017年11月28日閲覧。ありがとうございます。